ボタールチ、こんにちは。はい、野球 Vlog です。ちょっと今回期間が空いてしまいました。で、題名にあるサッカーに始まりサッカーに終わるということなんですけど、でも結論から言うとサッカーに始まり、アップにサッカーをしてサッカーに終わる、練習後にサッカーをするってだけで選手の動きとかもうすごい見違えるように変わりました。これブラジルだから特にそうなのかもしれないんですけど、まあ、アップにサッカーを取り入れる、アップでサッカーをするっていうのは結構よくあることだと思います。で、やっぱり普通に走らせるよりも断然よく走れますね、ブラジルの子は特にかもしれないですけど。もう普段だとグラウンド一周最初に走るだけでもこう嫌々な顔をしたりとかをダラダラ走っちゃうんですけど、もうサッカーやらせておけばボール1個あればもうすごい本気でボールを追って、ちょっと10分間サッカーさせるだけでも汗だくになるぐらい走るんで、すごいいいアップになります。はい、で最後サッカーに終わるっていう部分なんですけど、この子たち本当に、まあ、ブラジルの子たち、まあ、僕が見てるちっちゃい子たちなんですけど、まあ、このカテゴリーはその、まあ、10歳前後の子たち、本当にサッカーが好きで練習後もサッカーしたいサッカーしたいってなってました。なので、まあ、練習後にもじゃあちょっとだけしていいよっていうことにしたら、最後の片付けですね、グラウンドの片付け、グラウンドの整備のスピードがもういつもより100倍ぐらい速いスピード、もうボール拾いなんてもうダッシュで拾って早くサッカーしよう早くサッカーしようってことで、もうすごい速い動きでサッカーのためにこうボール拾って道具片付けてグラウンド整備してっていうことをしてくれたんで、本当にサッカーボール1個、サッカーで始めてサッカーに終わるだけでしっかり体も動かして、まあ片付けとかそういうのも速い動きができるっていう発見がありました。ということで今回の野球 Vlog はサッカーに始まりサッカーに終わる、ぜひサッカーボール1個、野球のグラウンドに持ち込んでみるといい影響を与えることができるかもしれません。試してみてください。よかったらメトブリガード、チャオチャオ。